好，なんといたけどす。はい、前回ザ・レイディハイさんのお店に聴覚障害者が行ったら店員さんはどんな反応をするのかという動画を投稿したんですけれども、なんとたった1日で30万回突破、現在50万回突破しました。ありがとうございます。正直こんなに伸びると思っていなかったので本当に嬉しいです。今回の動画なんですが、そのザ・レイディハウスさんの動画を振り返りレビューしていきたいと思います。私今年入ってから骨伝導集音機の視聴会を全国で行っていて、札幌、仙台、東京、名古屋へと移動していました。名古屋といえばもう SNS でも超バズってるザ・レイディハウスさん、もうすごいずっと前から気になっていて、でとある企画を思いついたんですよ。耳が聞こえない人がいたら店員さんはどんな反応をするのか。まあ本当に予約ができなかったのも事実なんですけど、まあ人気店だな、もう直接行くしかないなって腹をくくって並ぶことにしました。まあ一応自分は YouTuber なので直接 DM してアポを取ろうかなとも考えたんですけど、やっぱりやらせなしで行ったらどんな反応なのかっていうのはもう個人的に気になっていたので、予約なしで行くことにしました。実際お店行ったらもう行列で、わーすごい行列で、その中にも子供が多くて子供にも人気があるお店なんだなって実感しました。最後に店員さんが子供たちとお話ししたり集合写真を撮ってあげたり、すごい親切な店員さんだなって思いました。あとはその動画のコメントで多かったのは、その指のな中指をこうやって立ててるシーンが批判的なコメントが結構多かったんですけど、正直私自身これ手話で、まあ、指文字で手なんですよ。まあどういうことかというと、指文字っていうのがあって、あいふえおかきくけこさしすせそっていう手として使ったりもするので、あんまり私は気にならなかったです。まあ悪いイメージがあるのは知ってます。そのなんかアメリカとかで人に対して良くないことを言うっていう意味になっちゃってるんですけど、その意味が流行る前からもう指文字は手として使われてたんで、今じゃちょっと使いにくいっていうのは不便だなって思いました。あとは兄弟の手話が兄弟なんですよ。姉妹だったら姉妹、理由は親指、お父さん指、お母さん指、お兄ちゃん指、お姉さん指、赤ちゃん指っていうのがあるように、身長が家族の中で一番高いというお兄ちゃん指、私にとって正直こういう指のポーズはそんな悪いことではないかなって思ってます。もちろんレイディハウスの店員さんは態度の悪いお店というコンセプトがあるから、態度が悪いような悪いイメージとして使ったのは分かってます。あとは嬉しいことがありました。店員さんのまっちゃんという女性が YouTube にも TikTok の切り抜きの動画の方にもコメントいただきました。いやもう本当に親切ですね、本当にありがとうございます。まあ並んでる時3時間ぐらい、まあその日めちゃくちゃ寒い日で0度ぐらいだったんですけど、中には途中で帰られる方もいたんですけど、もう私はもうここまで来たらもう絶対意地でも入ってやるっていう感じで、テーマパークのアトラクションの待ち時間みたいな感じでドキドキハラハラワクワクした心境で並んでいました。それとあの最後のグレーの服を着たお兄さん、最後のね、ありがとうございますっていう挨拶を途中でカットしてしまってすいませんでした。もうね、やっと入れたのが9時半で、注文行って料理を食べ始めたのが10時過ぎだったんで、私たちもすごいお腹空いていて料理もたくさん頼んでしまって、まあそれもいろいろあって11時になってしまってね、時間が。でも早く帰らないといけないってめちゃくちゃ
焦ってたんで、最後に店員さんが出てくるのは分かってはいたけども、それを忘れるぐらい焦ってしまって余裕がなかったです。なんで切ってしまって本当にすみませんでした。あと写真を撮ってくださってありがとうございました。もっともっとお話ししたかったです。今回は接客態度の悪い店、聴覚障害者がいたら店員さんはどんな反応をするのかっていう動画を撮らせていただいたんですけど、他にも面白いコンセプトのお店だったり珍しいコンセプトのお店があったらどんな反応をするのかっていう動画を撮っていけるんじゃないかって思ってるので、コメント欄で教えてください。ぜひそのお邪魔させていただく動画を撮っていきたいなって思ってます。ということで以上です。ここまで動画を見てくださってありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしてます。またなー。